皆さんこんにちは。このビデオは日本語能力試験 N3 練習問題文字語彙のナンバー8です。じゃあ始めましょう。問題1、下線の言葉の読み方として最も良いものを1234から1つ選びなさい。考える時間は10秒です。答えは2番、いや。もし嫌なら、はっきりはっきりクリアリー言った方がいいよ。もし嫌なら、はっきり言った方がいいよ。この漢字は嫌、それから嫌いの嫌の漢字です。もし嫌いなら、ここにいがあったら嫌も OK です。もし嫌なら、はっきり言った方がいいよ。答えは2番、分野。この分野についてはリーさんが詳しいよ。分野はアカデミックや仕事のフィールドのことです。この分野についてはリーさんが詳しいよ。詳しいはとてもよく知っています。ディテールまで知っていますという意味です。この分野についてはリーさんが詳しいよ。答えは3番、改めて。改めては別の機会に。Again or some other time, sometime soon. 今は都合が悪いので、改めて連絡します。今は都合が悪いので、改めて連絡します。答えは2番、物価。都会は物価が高いので田舎に引っ越すことにした。都会はシティ、物価コモディティプライス or リビングコスト。田舎は2つ意味があります。自分のホームタウン、それからカントリーサイド。都会は物価が高いので田舎に引っ越すことにした。引っ越します、シフト、ムーブ。答えは4番、残った。残った料理は冷蔵庫に入れておいてください。パーティーで残った料理は、残ります、 remain, be left, or 料理だったら left over。 残った料理は冷蔵庫に入れておいてください。答えは1番、祝日。明日は祝日なので会社は休みです。学校も休みです。明日は祝日なので会社は休みです。問題2、下線の言葉を漢字で書くとき、最も良いものを1234から1つ選びなさい。考える時間は10秒です。答えは4番、冷めない。料理が冷めないうちに早く食べて。冷める、冷めますは冷たくなりますと同じ意味です。
料理が冷めないうちに、何々ないうちには before、 so before food gets cold、 早く食べて、早く食べてください、料理が冷めないうちに早く食べてください。答えは1番、熱心。熱心の熱は熱いの漢字、心は心の漢字。以前に比べると、以前に比べるとトムさんは熱心に、熱心に勉強するようになった。以前に比べるとトムさんは熱心に勉強するようになった。答えは3番、反対。私はその意見には反対です。反対、against、oppose、disagree。私はその意見には反対です。答えは1番、豊か。日本にはまだ豊かな自然が残っている。日本にはまだ still 豊かな rich or abundant plentiful ample 自然 nature が残っています。残っています。remain left 日本にはまだ豊かな自然が残っている。戻しますの漢字は2番です。戻して。雑誌を読み終わったら本棚に、本棚、bookshelf、戻しておいてください。雑誌を読み終わったら本棚に戻しておいてください。答えは3番、輸入、import。日本は多くの食料を輸入している。食料は食料品、food item。日本は多くの、多くの、たくさんの食料を輸入している。野菜も果物も肉も魚もたくさん輸入しています。日本は多くの食料を輸入している。問題3、カッコに入れるのに最も良いものを 1,2,3,4 から1つ選びなさい。考える時間は15秒です。答えは3番、ツアー。東京を1日観光するなら、バスツアーが便利だ。バスツアー。1日観光、one day sightseeing。東京を1日観光するなら、東京を1日観光したかったら、するなら、バスツアーが便利だ。東京を一日観光するなら、バスツアーが便利だ。答えは2番、振り出して。駅から家に向かっている途中、途中 on the way。 急に雨が
振り出して、振り出します。Start to rain。びしょ濡れになってしまった。びしょ濡れ。Get soaked。駅から家に向かっている途中、急に雨が降り出して、私はびしょ濡れになってしまいました。駅から家に向かっている途中、急に雨が降り出して、びしょ濡れになってしまった。答えは4番、リサイクル。瓶や缶はリサイクルできるので、資源ごみの箱に入れてください。資源ごみ、資源はリソース。資源ごみ、リサイクルボール、ガベージ。資源ごみの箱、リサイクリングボックス。瓶や缶はリサイクルできるので、資源ごみの箱に入れてください。瓶や缶はリサイクルできるので、資源ごみの箱に入れてください。答えは3番、締め切り。レポートの締め切りはあさってです。レポートの締め切りはあさってです。レポートの締め切りはあさってです。あさってまでに必ず出してください。締め切りはあさってです。答えは2番、たっぷり。このクッキーはバターをたっぷり使って作っている。たっぷりはとてもたくさんという意味です。このクッキーはバターをたっぷり使って作っている。答えは3番、台。夏はエアコンを使うので、電気代が高くなる。電気代。電気代は電気料金とも言います。電気料金も OK です。でも、電気料、料はダメです。火もダメです。これは金、お金もダメです。電気代、ガス代、タクシー代、水代、携帯電話代。夏はエアコンを使うので、電気代が高くなる。夏はエアコンを使うので、電気代が高くなります。河川の言葉に意味が最も近いものを1234から1つ選びなさい。考える時間は20秒です。決まりに意味が近い言葉はルールです。決まりは決まっていること。ルール。ルールオアレギュレーション。ゴミの出し方は、どうやってゴミを出しますか？は、ゴミの種類、タイプによって、depends on。決まりがあります。ルールがあります。ゴミの種類によってルールが違いますという意味です。ゴミの出し方はゴミの種類によって決まりがあります。
ゴミの出し方はゴミの種類によってルールがあります、は決まりがあります。手に入れる、手に入れるの意味は自分のものにする、何かを自分のものにします。 To get or to acquire or to obtain という意味です。彼はマイホーム、マイホームはジャパニーズイングリッシュです。英語では One's own house。 彼はマイホームを手に入れるために、買うために毎日頑張って働いている。彼はマイホームを手に入れるために毎日頑張って働いている。手に入れるときは買うだけではありません。例えば人のものを泥棒して手に入れる、人のお金を取って手に入れる、でもこれはあまりいいことじゃないですね。でもマイホーム、マイホームは泥棒はできないですね。ですから買います。彼はマイホームを手に入れるために毎日頑張って働いている。問題5、次の言葉の使い方として最も良いものを 1,2,3,4 から1つ選びなさい。考える時間は20秒です。鼻が高い、鼻、鼻が高い、これはイディオムです、慣用句です。鼻が高いは be proud of という意味です。息子がマラソンで、マラソンレース、マラソンコンペティションで一番になった、息子がマラソンで一番になった。ですから私は親として鼻が高い、 I'm proud of myself or I'm proud of him。息子がマラソンで一番になった、親として鼻が高い。そう、鼻が高いの使い方として正しいのは一番です。息子がマラソンで一番になった、親として鼻が高い。息子が日本で一番いい大学に合格した、私は親として鼻が高い。息子がスピーチコンテストで一番になりました、私は親として鼻が高いです。渋滞の使い方として正しいのは1番です。渋滞に巻き込まれて会社に遅れてしまった。渋滞、トラフィックジャム、道がとても混んでいますという意味です。渋滞に巻き込まれて、巻き込まれる、be caught in or get involved in。渋滞に巻き込まれて、巻き込まれてしまったので会社に遅れてしまった。渋滞の使い方として正しいのは1番です。今日は以上です。お疲れ様でした。